桜木ミリアちゃん、かわいいブヒアロラ、モコウと申します。今回、見慣れないパーティーだと思うんですけども、このグソクル社を、ちょっとブックス眠ってたんで、久々に使いたいと思ってて、久々ってか使ったことあるっけ、俺動画で。マッチングしております。で、このグソクル社の特性が、これ完全に、バーチャル YouTuber のキズナアイちゃんなんですよね。はい。危機回避ということでね。はい。とりあえず選手だけまず一応やっていきましょうか。ちょ、僕、ベロにちょっと口内炎できちゃって、ちょっと喋りにくいので、若干したったずになっちゃってるかもしれませんけど、そこはご了承ください。これ初手はまあ、無難にグソクムシ行ってもいいんじゃないかな。まあ、多分相手も経過してくると思うんですけど。で、多分レヒレだったりなんか選出してきそうだな。どうしよう。サンダー。サンダーはこれ選出した方がいいな。サンダー。あと一体が、これどうしよう。ガブですかね。ガブで行きましょう。OK。あのね、そう、最近キズナアイちゃんとかそのバーチャル YouTuber の話、全然しなくなったじゃないですか。あの、僕、本当に純粋にバーチャル YouTuber がただ好きなだけなんですよ。ファンなんですよ。あの、ただ、なんかよくコメントで、ね、お前バーチャル YouTuber キズナアイと繋がりたいんじゃねえかってめっちゃ言われるんですよね。お前、なんか、なかなか告白できずにちょっかいばっかかけてる男子小学生みたいだぞみたいな意味わかんないこと書かれて、いや、そもそも別に繋がりたいとか、なんかその関係もしたいとか一切思ってなくて、純粋遠くからまだファンとして見ていたいだけなんですよね、本当にこれ。で、なんかそういう風に書かれるの嫌だから最近ちょっと自粛してたんですけども、なんか先日ゲーム部の、ゲーム部ってあの、夢崎楓筆頭のなんか、ゲーム実況高校生バーチャル YouTuber、チャンネルがあるじゃないですか。そこでなんか、ツイッター上だけでは今まで活動してたなんか、桜木ミリアちゃんというキャラクターがいて、で、その子がついに満を持して動画に登場したんですよ。で、その登場した桜木ミリアちゃんが、これね、思ったよりも、ちょっと、可愛かったんですよね。俺、キモータ丸出しないな、ほんとにな。もう、てか、相手色違いパーティーか。思ったよりちょっと可愛くて、非常に好かれてしまったので、ちょっとそれに興奮を隠しきれずに今回、そういうトークもしようかなと思ってこういう動画撮ってます。ここ赤いブレイクでいいかな。てか、グソクムシャって普通に強いと思うんだけどさ、結局このポケモンもさ、カプテテフとかいうなんかもう先制技っていう概念全部否定するクズポケモンのせいで消えたよな。俺ほんまああいうの良くないと思う。なんか特定のポケモン、の、なんかもう、いや、強み奪っちゃうようなポケモンとか、ま、作らん方がええと思うんだけど、マジで。今すぐでもいいから、あれ、消し、本当に。アクアブレイク多分反応が早いんじゃないかな。硬いけど防御力しっかり下げていく。これ、危機回避殺到しちゃうかな。ま、いや、とりあえずもうここはもう順当にアクアブレイクで合流します。で、ハッサム側もバレパンが半分なんで、半減なんで、そこまでこちらに対する有効打は、ないんじゃねえかな。だから、ハッサムで、グソクムシは見れないっしょ。泥棒してきた。反応行くこれ、行かないか。これは、行きます。あの、泥棒、結局こいつ、メガストーン持ってるんで、これ命の玉パクられてたら、あの、多分今は落ちなかったっすね。いや、落ちたか。どうだろう、わかんねえや。うん。じゃあ、とりあえずガブで行きましょう、次は。いや、こういう形でハッサム落とすのはマジでかい。で、グソクムシは危機回避で、手持ちに戻ってくることによって、もう一回、この交換のその、要は、リスクなしに、手持ちに戻れるんで、もう一発、その、撃てると。出会い頭。どうしよっかなぁ。レヒレか。でも、レヒレも結局さ、ガブに対してさ、切りにくいと思うんすよね。なので、ここ思い切ってもう、Z ドラゴンバーン撃っちゃっていいんじゃねこれ。アルティメットドラゴンバーニング。ああ、いった。アルティメットドラゴンバーン、これもうなんか、最近だとさ、アーゴヨンの専用技みたいな印象ありますよね。
あ、耐えられるな。まあ、ここはさすがの耐久といったところか。あくびを使われていく。参った。これはもう一発グソクムシャに変えたいところではあるんですけど、なんか、普通に再起念で、いや、再起念ねえか。むしろ今変えなきゃどうするって話なんだ。変えましょう。グソクムシャ変えます。大丈夫なはず。まあこれも交換読みだな。まあ別にステルスロックとか払えてないから、これ自体はどうでもいいねんけど。いやこれもう具足虫別にさ、ええんちゃうの。なんか起点作りたいやつおんのかな。バンギとか。裏バンギなんかな。バンギ、いやバンギじゃない。なんブルグモス。わかんねえなー。ここでもう突っ込むのって浅いんかな。いやこれ結局ガブに書いても有効だがねえから。いやこれ出会い頭打つわ。何かしらやっぱ起点作りたいポケモンがいるってことか裏に。やっぱガモスか。超前積まれるな。いや、まあでも、ここは、バンギはちょっと正直きつかったんですけど、ガモスだったら、まだこれガブリアスで間に合、いや間に合わねえか。メザコーリはない、うん、ちゃう？対応しないし、今のガモスって。いや、あるか。ちょっと甘いか、これ。まあもう、激鱗で。あー、やっぱあるか。まあ、そら持っとるよな。しっかりと角打ち捉えていった。はい、マッチングしました。ルルさん、対戦よろしくお願いします。そして皆さん申し訳ございません。なんかふざけたパーティーで、潜っていたら、レートが一気に150近く、いや、落ちて、今もう多分1300手前まで来ちゃいました。はい。この試合負けたら、夢の1300台2度目達成ということになります。はい。で、ちょっと待ってね。なんだろう、首の付け根が痛くなってきた、負けすぎて。てか、クレセリアなんで持ち物持ってないんだ、これ。なんか最近すげえこういうの多いんだよな。なんなの？誰かオレンジ買ってないってポケモンやってるもしかして。なんかほんと、身に覚えのない、なんかこの持ち物持ってないみたいなのがあまりに多いんで、これでいきましょう、でも。グソクムショで特攻させて、で、出会い頭がなんか一発出して、危機回避で、クレセリアに戻し、そしてそのクレセリアがトリックルーム起動して再びグソクムシャないし、口ずれ暴れるという感じで来たい。ニドキング出されていく。ニドキング自体はまあ、グソクムシ相性いいのでワンチャン向こうから引っ込んでくるような。ニドキング技のレパートリーすごいんですけど、グソクムシャの弱点は、あ、でもつけるか。一応10万ボルトあんのか。ここアクアブレイク打っちゃうと向こう、あー引っ込んでいた。ただ10万持ってないですね、これ。マンダまずくないこれ。わ、でも言うて入るな。
マンダラ、これまずいんで、クレセリアに返します。いや、なんかもう、コメント欄が目に浮かぶわ。こんなモコウ先生見たくなかった。もうあの頃のモコウはいない。ってか、ってだろうな。うるせえよ、俺だってこうなりたくてこうなってるわけじゃねえんだよ、ほんとに。ちょっとさ、ちょっとなんかボックスでね、なんか、寂しそうにしてた子たちをね、使ってあげたかっただけなんですよ。そしたらなんかもうみんないじめ、いじめてくんもなんかウルトラビーストとかカプコケコとかカプテテとかさ、ふざけんなよマジで。いじめを助長するゲームがよ。弱い者いじめして、もうお前捨て身タックルどんだけ入んのこれ。え、乱数じゃんこれ。え、これ頼む、耐えてな、頼む、ここだけは。本当に。いや、いや落ち着け。クレセリアという主軸を失った今だからこそ冷静にならなきゃいけない。マンナに対して出会い頭が、でもこれ反応入んないよ。でもさっきさ、威嚇もらってさ、そこそこ行ったじゃん。いや、さすがにここ口ってのは危ない。出会い頭多分落ちない。メガ進化したボーマンダ相当 B 耐久上がるから、ここは口取り一角一発ブアチコリ入れてから、メガ進化でアイアンヘッド打ちましょうか。多分マンダ変えてくると思うんで。あ、変えてこないんだ。何を企んでる。モンジボってんのか。なるほど、役なかった。たぶん、さすがに耐えますね。あ、オッケー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 。もうー、ふざけんな。もうどさくさに紛れてさ、不意打ち打ってたからさ、これぐらい当てさせてよ、ほんとに。もういいじゃん。どうせ勝ちじゃん、お前。なあ。ちんたらちんたらやってもしゃあねえだろ、もう。もう普通にもうなんか何も考えずに技打ってこいよ。なんなの、てめえ。おい。なんだ、てめえ。いや、陰打ちじゃ落ちねえって、もう何考えてんだっけから。お前それ負け筋作ってるからな、自分から。これも耐えるよね。あ、耐えないか。いや、でもこれ、なんとか、なんとかなんない、これ、いや、愚足じゃの、これ、多分、あれを、弾持ってっから、多分、出会い頭で落ちるんすよね。いや、でも、ちげえか。威嚇、マンダに威嚇、いや、でもこれ、いや、これワンチャン勝てるんじゃない。出会い頭落ちるでしょ、これ。うん、落ちて、で、マンダはもう、縛ってるから、いや、これ、ニノキングがさ、ニノキングが何持ってるかによるよな。いや、ちょ、このマンダ跳ねやすで持ってんのか、もしかして。いや、もう跳ねやすで耐えたらもう負けだから、いいや、封じでいいや。お願い。あー、通った。いや、これ勝ったか、もしかして。ニノキングの技による。ニノキングの技による、これマジで。いや、ほんとそこ次第。10万持ってないから多分勝ちなんだよ、これ。アクアブレイクで。しかも初手引いてるよな、こいつな。な、持ってないんじゃないかって俺思ってて。あ、持ってない、持ってない、持ってない。いや、でもこれ耐えないか。これ耐えないかもしれない。耐えていく。
いや、勝てたわ、もう。10連敗止まったわ、もう。本当に申し訳ない、皆さん。ルルーシュ、ビ・ブリタリアさん、対戦ありがとうございました。もう本当に皆さん申し訳ないです。もう恥ずかしいとこしか出てない気がする。もう、なんで俺こんな勝てねえんだ。いや、でも勝ててよかった。